神戸市立、夢野の,の丘小学校は、兵庫県神戸市兵庫区にある公立小学校。従来の神戸市立菊水小学校、神戸市立日踊り越え小学校、神戸市立夢野小学校、神戸市立東山小学校の4小学校を統合して2009年に開校する。学校名は、児童や保護者など関係者から公募し、校区が急務の村と重なることや、 子供が夢を持ち、夢に向かって成長する学校という願いを込めたことなどから選定されている。開校当初は夢の小学校の校舎を仮校舎として使用していたが、2011年に東山小学校敷地に新設された校舎へ移転した。本校では全身校についても扱う。神戸市立日踊り越え小学校、神戸市立東山小学校の2校は、 リンク先を参照。1920年に菊水尋上小学校が開校した。1928年に菊水尋上小学校から日踊り、腰尋上小学校が分離開校している。1957年6月に神戸市立日踊り越え小学校東山文校が開設され、翌1958年4月に神戸市立東山小学校として独立した。 さらに1973年には、日踊り、腰小学校と神戸市立名倉小学校の校区の一部を合わせ、神戸市立夢の小学校が開校している。1995年1月17日の阪神、淡路大震災では、各校とも校舎及び校区に被害を受け、地域住民の避難所ともなった。児童数減少などの要因で、従来の神戸市立菊水小学校、 神戸市立日踊り越え小学校、神戸市立夢野小学校、神戸市立東山小学校の4校を統合し、2009年4月に神戸市立夢野の丘小学校が開校することになった。校区は以下の通り、ありがとうございます。